うん、しっかり足上げろ、その中へちゃんと引っ張り出せよ、相手と距離取って二の足が滑り込むように。おかしいね、もっと奥持って、親指が相手の首の後ろに当たる。なんだよってね、ちゃんとやる。あかりは内股ね。あかりも少し親指が相手の首の後ろにこう来るぐらいの位置、ちゃんとこう寄せんだよ。手首を自分の耳のところに来るような感じね。そう、それで引き手がここに押し込んで払います。そしたら そこで戻んないんだよ。こっちから今度押していけば交互に動くだろ。あかりがこっち側に立つんだ。こっちの位置から動かねえだろってな、アホ。いってよ。そう、だからこっちだ、戻んねえんだよ、あかりは。光が内股できねえからに決まってんだろうよ。どっちもできないけど、あと1回はい、引っ張り出して払い腰、もっとグイって最後引っ張るんだよ。違うよ、引っ張り出すやつだよ。しっかり二の足回しながら相手を止めないように引っ張り出す。だからそこで立って、光が今度こっちに背中向けてるんだよ。戻っちゃ一緒じゃねえか、バーガー。投げた位置から引っ張ればそのちっちゃい位置でできるじゃねえかよ、グイーン。いや、引っ張ってねえじゃねえか、一個も。移動しろ、もう一回やって。もっと手グーグーンって寄せろ、最後。あかりもグーンって寄せんだよ、離れるんだ相手から一瞬。お尻がね、お尻が離れるんだよ。だから首の後ろに指を入れるようなくらいっつったじゃん。寄せろ、肘を上げて。お前さ投げないっつったじゃん。投げないっつったのにさ。光は少し耐えるんだよ、引っ張り始め。そう、引っ張り始め少し耐えるんだよ。明かりはグーンって引くんだよ、腰引いて。そう、足だけは残してくんだよ、グーって引っ張りっこの。もう曲げろよ、ちゃんと。あー長い、もう9時半。回すやつは内股にしろよ。大内引っ掛けるみたいな気持ちで入ってって。大内刈り引っ掛けるようにしていて回るの、ケンケン。3、バカ。やれよ、もう半だから。光5回やった？自分のグーで相手を少し横に押すようにするんだよ。
そしたらスムーズに回るの。コントロールする動きを。どうしてもそこがいい。もっと思い切って両方が。おい違うよ、奥襟持つか腰抱えんだろ。しっかりガチって引っ掛けろよ、鍵にして。しっかりおいギュッて釣り手のをしっかり。赤いビをちゃんと背中つかめよ。そしたら次ぶつかっていく。違うよ、背中持っちゃいっつったじゃん、襟じゃなくて。指が引っかかるようにネギ打って当たった瞬間に。おいやれよ、言われる前に。勝手に飛ぶな、光。またどこか入れんなよ、払い腰とか。もっとピシッと決めろよ、ピシッと。なんで3回続けねえんだよ、やり直すぞ。そこから掴み行くんだよ。立ってきたら自分で掴み行くよ、グニグニグニって。キレ悪いさっきの一本放送で、一本放送と襟持って襟、そうガバ、そう、そしたら大外で、外で押し込んで、で、戻って、もうちょっと動けっつって、なんでこの間できたじゃん、ちゃんとつってやるのが。早いんだよ、それじゃ。回れねえん、自分が。トコトコって動く。グイグイグイ。トコトコって行く。トコトコ、そこで回るんだよ。ちゃんと釣れよ。前向きに倒れるようにしよう、前向きに。グイ。トコ、トコじゃねえ、トコトコだよ。グイ、引っ掛けて足つく。トコトコクロン、そう。誰やくん、トコトコクロン。なんで明かり止まってんだよ、前出ろちゃんと。グイ、トコトコクロン。つるつる、手つんないと光がこうやって自分で回っちゃうんだよ。回らねえように止めとく。で、手を前に引っ張り出す。歩きすぎ。痛いな。トコトコトコ。グイグイ。トコトコトコ。しっかりね、グッとつるんだよ、上に。終わってね、あと1回だ。グイー、トコトコつって、そう、上手。やるよ、お